本日は5月8日月曜日です。連休も終わりました。庭は新緑でいっぱい。このクローバーが大きな白い頭をくっつけて、庭一面に咲いてますね。そしてこの上にあるのが、これは切り干し大根を今作っています。本日はこちらの方にもね、ここにもセリがいっぱい入ってますね。これね、セリがいっぱい入ってます。本日は久しぶりに鎌倉セリ朝食を紹介されてますね。今日はすごいね。おかずが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10品ありますね。これはいつものように玄米、玄米のですね、上に一応、ごまを、黒ごまを振りかけた、これがメインのところですね。それからこれは味噌汁。そして本日紹介したいのはこの、庭にいっぱい咲いたセリですね。今ちょうどもう、庭に向こう一面にこのセリがたくさん咲いてます。これは、味噌汁に、入れても卵と一緒にあえてもそれからこういうふうに、ごま和えにしても非常に美味しいですね。そして、海からの、お土産がこのひじきと卵和え、そして最近ハマってる酢漬けシリーズですね。これはキャベツの酢漬け、そして切り干し大根の酢漬け、そしてこれは株ですね、株と葉っぱの酢漬け、そしてこれはレモンの酢漬けに、出汁がいっぱい入ってますね。それからこれは生姜の酢漬け、生姜酢漬けでは一番うまいですね。これは、菊芋ですね。関東ではあましないかもしれませんが、これだけじゃじゃーんですな。まだこれがあるの酢漬け、酢漬けシリーズで最近酢漬けにハマってまして、これは正式の名前ですね。山崎の奈良の奈良漬けという、これはもう名品ですね。なかなかうまい、酒にはぴったり。以上、本日の鎌倉千里朝食は豪華な、贅沢は敵であるという朝食ですね。